こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきたいと思います。スターホースポケット、パラメーターと、あと飛びこじの話がありましたね。おっと、メダルが。私は喜多方くるみ、よろしくね。プレゼントが届いてるわよ。SH デラックスのガチャも引きましょう。おっと、これ SSR 出ますよ。さあ何が来るか。スワートハルコ、これは初登場かな。スターホースポケット、イベント開催中よ。カプケン見てみましょう。新たにこの手に入れたこのスマートファルコンですよね。イベント開催中よ。感じじゃない？いい感じだわ。今4月を2週ですか。イベント開催中よ。元気いっぱいね。このペースが遅いかもしれない。イベント開催中よ。いい感じじゃない。調子回復させました。いい感じだわ。何か用？イベント開催中よ。
タッキーバヌシ。クエスト達成よ。イベント開催中よ。十分ね。嬉しそうね。何か用？イベント開催中よ。イベント開催中よ。気合い十分ね。今週はレースがあるわね。何か用？体重は508キロですね。いいわね。いい仕上がりだわ。絶好調となりまして、馬体重挑戦を文句なしです。ここは勝って次へと言っても宝塚もあるからな。一番人気だわ。当然の一番人気。ただいまより投票受付を開始。国とまで言われてますね。2番人気がミッキークイーンです。これが 9.0 倍です。府中の森に集いし牝馬精鋭12頭スタートの瞬間を待っています。2頭開いた10番ミッキークイーン、ちょっとタイミングが合わなかったようであります。果たして先頭に行くのは大方の予想通り、おっと後ろから2番手ですね。結構後ろに置かれた。それから9番ソルベイヌジュールポレールがかわしていきました。そして4番手に結構前が飛ばしている。内から1頭アドマイアリード、ルージュバック、フロンテアクイーン、そしてその後ろから浮世の風、これが一番人気の片野マレーであります。その外に11番スマートレイヤー、2番エンポワンデュ、ミッキークイーンがその後ろ。先頭の方はどうなっているか。先頭は依然として1番ベッツゴードンキ、その後ろ5馬身くらいあって、ペースはそんなに速くないですね。さあ府中の春のマイル女王は果たしてどの馬なのか。片野マレー回りました。先頭はレッツゴードンキが5馬身リード、ジュールトレールが2番手。結構差が離れているように見える。勝てるのか。片野マレーも追い込んできた。2番手にジュールトレール、結構レッツゴードンキがしぶとい。片野マレーが一気に伸びてきた。これは完成でしょう。これは強いですね。さあ批判します。恐れ入った片野マレー1着なんとか強い。いやーこれはすごい。
きっちり勝ちましたね、ビクトリアマイル。よく頑張ったわね。もうメンバー牝馬限定戦なら、あの距離適性が多少マイルで低くても負けられないっていうとこですよね。きた。痩せすぎね。体調を整えた方がいいわ。もう少し重い方がいいんだけど。クエスト達成よ。クエスト達成よ。クエスト達成よ。イベント開催中よ。何か用？まあ入球するしかないですね。気合い十分ね。馬体重増加。嬉しそうね。何か用？はい、ということで高塚記念も行ってしまいましょう。イベント開催中よ。飛車はもう十分なんですよね。瞬発力もいいんで、どちらもやる必要はない。気合い十分ね。6月の4週ですね。びっくりした。イベント開催中よ。元気いっぱいね。さあプラス4キロにしたい。調子回復の方がいいってなってますね。さあ里のクラウン、何かよ。北三ブラックで結構骨っぽい相手ではありますが、どうなりますか。1.3 倍ですか。すごいですね。しかもグリグリです。北三ブラック、シャケトラ、シャケトラが3番人気なのか。佐藤クラウンがいてのこの人気ですからね。ほう、君臨ともこのメンバーで抱えてますし、思った以上の人気です。高塚記念です。さあ各馬を迎える緑の夢のステージです。宝塚記念いよいよスタートです。
そして私のスタートはまずまずかな。さあゴルドアクターが行きました。それともフタサンブラックか。果たして先頭に行くのは6番シュバルガーン。シュバルガーンですね。先頭に立つことができるかどうか。それから5番スピリッツミノル、1番北サンブラック、北サンブラックの3番手、そして内からは2番ポールバーツバー、その外ロッキーロケット、ロッキーロケットも比較的前にいます。4番黒い馬体サトノクラウン、その後ろでやりましょうか。7番フェラリクシキー、そしていたいたカタノマレイト、トサキ、シャケトラ、ミッキークイーン、それからもう一頭レインボーライン、12頭これから向こう正面であります。もう一度整理しましょうか。先頭行くのはシュバルグラン、千葉新リード、これを追ってペースはそんなに速くないですね。そしてその後ろから北サンブラック、ヒットザターゲット、そして5番手に2番ゴールドアクターであります。外を通ってもう3コーナーへ、4番サトノクラウン、それからもう一頭7番フェラリクシチ、これが12番カタノマレ、一番人気の重圧をどのように跳ね返しますか。戸崎騎手、シャケトラ、それから一番レインボーライン、その外にミッキークイーン、ちょっと下がっていってる気がするぞ。ご覧のように一段すごい競馬になって、さあまだシュバルグランが先頭だが、ピンクの帽子カタノマレ追い込み体制に入っている。先頭さあここで北さんが伸びてきて、カタノマレも来ている、一気に乗り込む勢いだ。レインボーラインも来ているが、ゴールドアクターがしぶとい、離しました。なぎ切ったっていう感じですね。当然の結果ね。おお、パワーのある阪神が2が得意。以上のように確定しました。自慢2連勝ですね。おめでとう。嬉しいです。イベント開催中よ。イベント開催中よ。いい仕上がりだわ。感じじゃない。何かよ。残り26周になりましたね。これで戦績です。今回はビクトリアマイル高塚記念と2連勝を挙げました。非常に順調に来ていると思います。引き続きですね、こちら頑張っていきたいなと思います。次走は WBC クラシックを予定しております。過去に2回取ってますが、3回目も、取りに行きたいと思いますので、応援よろしくお願いします。応援といえばチャンネル登録まだの方よろしくお願いします。あと70人ほどでですね、1000人達成いたします。ぜひぜひお力をください。よろしくお願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。はい、カタノマレー G1 2連勝をお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。